子じゃなかったら。男の子だったら何がいいかな。確かにな、全然考えてないから、ね、女の子の気持ちしかないもん。候補なんか男の子の名前図鑑がないから、女の子しかないもん家に何がいいかな。つむぎちゃん結局女の子届いたい。かわいいじゃん。今日まであっという間だったね。毎日楽しく過ごせてるのがとっても幸せです。これからも3人で楽しい家庭を作っていきましょう。これからもよろしくお願いします。毎日一緒にご飯食べて、どうでもいいことで笑って子供が生まれても、ね、変わらないと思うので、これからも仲良くやっていきましょう。大好きです大好き。大丈夫、大丈夫だった。危ない私がママだもん。かわいいバーバだって。絶対バーバなんて呼ばせん。ばあちゃんって呼ばせん。よかった。いつの間にですか。最後の一言がやっぱ一番全て気持ちがこもってるなっていう、それが一番響きました。3人じゃないかもしれんしな。増えるな、ね